とある魔術のインデックス、イマジナリーフェスト。とある魔術のインデックス、イマジナリーフェスト祝1周年おめでとう。いやー、太っ腹ですよね。1周年を記念して全員に海外旅行をプレゼントなんて。普段学園都市の外にそうそう出られませんからね。こういうプレゼントはすごく嬉しいです。ちょっと申し訳ない気もしちゃうけどね。この1年ただ駆け抜けただけって感じだし。月日が経つのはあっという間ですわね。思い返せばいろいろなことがあったはずですのに。夏の定番水着イベントからハロウィンにクリスマス、初詣にバレンタイン、他にもたくさんありましたよね。そうやって並べてみるとなかなか盛りだくさんな一年ですね。そうね。最近は他にも何かと忙しかったし、せっかくだから羽を伸ばしてリフレッシュしましょう。リフレッシュ？あ、もしかして気分を変えるために水着を新調したんですか？え、それなら私とサテンさんも新しい水着を用意した方が良かったでしょうか？ああ、大丈夫よウイハルさん。これは違うの。私としては前のままでも良かったんだけど。よくありませんの。お姉さまが1周年を記念する場で装いを新たにするのは当然ですのよ。何せ方々でご活躍されるお姉さまはこの1年の最たる功労者なのですから。あなんて麗しいお姿、大変お似合いですのよお姉さま。水着を新調したのはあんたもでしょうが。というかどさくさに紛れて抱きつこうとするな。お姉さま。1周年のお祝いの場でもお二人はいつも通りですね。それが美坂さんたちのいいところだと思うけどね。実家のような安心感というか。待って、私だって記念の場だしこういうことはあんまりしたくないのよ。クロコ、あんたのせいで変な誤解されそうじゃない。私だって一応ちゃんとできるんだから。そこで一応とつけてしまうあたり、わずかに自信のなさが垣間見えますわね。うっさいな。大丈夫だってば。まあまあ、今日のところはそれくらいにしましょう。ということでこの後の予定でも決めませんか？そうですね、せっかくの海外を楽しまないと。美坂さんは何かしたいことありますか？そうね、海で遊ぶのは絶対だけど、まずはゆっくりしたいかな。ここに来るまでずっと飛行機だったのと、それに今まさに精神的に疲れたしね。ゆっくりですか？あ、それならあれなんてどうです？ほら、そこに貼ってあるポスター、1周年記念限定パフェと書いてありますわね。ここまで用意しているなんてさすがですの。おお、いいじゃんいいじゃん、みんなで食べに行きましょうよ。いいわね、賛成。場所はビーチから少し離れてるみたい。では急がないといけませんわね。数量限定とも書いてありますの。大変、なくなっちゃう前に行かないと。道はあっちだ。早速みんなでレッツゴー。おいてめえ、どこを見て歩いてやがる。ごめんなさい、ちょっと急いでて。よく見たら可愛い顔してんじゃねえか。謝る気があるなら俺たちとビーチで楽しもうぜ。それは、あっとすみません、ぶつかったのは悪かったけどそれくらいで。なんだてめえ、胸の残念なガキには話してねえ。あん？
今なんつった？だからてめえみたいなガキに用はねえっつってんだ。突っ込んでやがれ。へえ、そう、よくわかったわ。ああ、これはいけませんわね。少し離れますわよ。ほら、ウイハルも。なあ、おい、ちょっと待て。どこに引きだ。まだ話は待つのはあんたの方よ。さっきはよくも言ってくれたわね。誰がガキだこら。今度からは言葉に気をつけなさい。まったく。大丈夫だった？サテンさん。って、あれ？なんでみんな温かい目で私を見てるの？いえいえ、いつもみたいに助けてくれて本当にありがとうございます、美坂さん。サテンさんが言っていたことが分かった気がします。あのやりとりを見るとホッとするような気持ちです。またやっちゃった。私としたことが条件反射で。いかなる時でも自分らしさを失わないところがお姉さまの美徳だとクロコは思いますのよ。褒められてる気がしないんですけど。というか今のは脳幹、脳幹でしょ。なあ、もう今から一周年らしくすればいいの。気を取り直してみんなで楽しむわよ。